はい、トムです。今日はですね、開運雑学ということでね、第1回目開運雑学の方を、皆様にね、お届けしたいと思います。そうね、もともとこれをやろうと思ったきっかけはね、占い師さん、僕らみたいなね、占い師さんがね、やっぱりね、いろんな人のいろんな相談をね、受けることにおいて、ね、自分たちも普通以上にね、いろんな知識を知らなきゃいけないなと僕は思ってるわけよ。ね。それで今もいろんな占い師さんいるんですけど、例えばね、恋愛したことないのにその人に恋愛の相談するのって嫌じゃないですか。ね、お仕事とかちゃんとね、まあ務まらない人であったり、ね、務まらなくてもあれだけど、ね、まあ仕事とかね、何の仕事の経験もない人に仕事の相談ね、したりとかっても、それそもそも間違いなんでね。うん。そう。だから、占いをするね、占い師さん、ね、また、これはね、占い師さんだけじゃなくてもね、なんていうのかな。やっぱりね、いろんな知識を持っとくことは大切。それと、常にどんどんアップデートね、いろんな知識のアップデートはね、大切だと思って、ちょっとね、今回から動画を入れてみようと思いました。ただね、ちょっと、あんまり、こう、難しい感じではなくて、少しね、あ、そうなんだって言えるような、面白いようなね、雑学だったりとか、あとはね、まあ、ためになることわざだったり、また、毎回のごとくね、僕の考え方であったりとか、そういうものをね、入れていきたいと思うんで、ね、まあ、今後もね、楽しみにしてみてください。さあ、じゃあね、第1回目の今日はね、そうだね、僕だから神社とか、ね、神社のお話とか得意なんで、神社のお話。ね、神社に行くと、ね、最近コロナでね、仕様が変わってるんだけど、昔はさ、あれ、ね、てみずしゃって書いたんだけど、てみずやって読むとこが多いんだけどね、てみずしゃって読むとこもあるんだけど、てみずやって言うんだけど、あそこでね、こう、ね、手に水かけて、って、口を清めして、また最後にね、綺麗にしてって感じでやって、ね、それから神様に手を合わせるっていうね、ことをやったこと、ね、あると思うんですけどね、皆さんね。あれについてですね、でね、場所によって違うんですけど、結構多くのところでね、よく見かけたことあると思いますけど、そのね、水が出てるのがね、水が出てくるね、竜の口だったりすんの気づいてるかな？これ亀とかウサギとかもあるんだけど、ね、あと何も普通のとこから出てる時もあるけど、でもね、竜の口から水がガーって、マーライオンみたいにガーって出てるところが結構多いんですけど、まずこっから、ね、なんで、竜の口から出てるかっていうとね、竜はね、水を司る神様だから、ね、竜をね、竜のモチーフをね、置いてるところがまず多いっていう。で、もっと言うと、そもそもね、なんであそこでね、手水をするのかなと、お手水ね、するのかなってところに、ね、戻ると、もともとはね、神様にお参りする前、ね、お参りする前ってのはね、川で身を清めて、それから神様にお祈りするの。ね、それが本当の正式な習わしね、みたいな感じなんだけども、ね、それをみんなやってたら大変なことになるでしょ。ね、なんで、ちょっと簡略化した部分で、ね、両手、ね、口とかをね、清めて、そして神様にご挨拶するって。それがね、手水舎、ね。手水屋の、ね、役割というかね、そういう意味があって置いてあります。さあ、ね、こっからね、またさらに雑学入りますけども、みんなの家庭にもね、その、手水屋から、ね、ヒントを得てというか、手水屋から由来であるものが必ずあるんですよ、必ず。誰の家にもある。ね、僕が知ってる上ではね、それがない家ってなかったかな。ね、まあない家もあるんだろうけどね。うん。究極的まで言えば、ね、ない家はないけど、まあ最近の家だったらほとんどあるの。ね。さあ、それは何でしょう。ね。答えわかりますか ?3、2、1ってやんなくてもいいんだけど、ね。答えは、うちだとあっちなんだけどね。蛇口です。蛇口。蛇口ってわかるかな？蛇口ってね、蛇の口って書くのよ。蛇の口。ね。そう。それどういう意味かっていうとね、神社とかそういうところにね、あるのが、竜の口から水が出てるの。それに対して、一個減り下って、ね、ちょっとランクダウンさせて、家庭だから、ね、それで、ね、竜ではいけないってことで、ね、蛇にしてんのね。
蛇の口にして蛇口ということでね、ちゃんとねこの国はね神道からまた始まってるんで、必ずねそういう何かしらそういうなんていうのかなね、神道のしきたりにね、しきたりから来てるものがねあったりするんでね、よかったらちょっとね思い出してみてくださいね。蛇口ね、うちにもねそういう由来のものがあるんだ、どこにあるんだろうって、蛇口結構いっぱいあるでしょね、みんな守られてるんでね、それを考えながらね、またそんなことも知っとくとちょっと幸せになりますよ。そんな感じでした。YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。